いや、駐車場すごい混んでるな。施設を利用するときは予約が必要です。3日前に推進課に連絡してね。大盛況ですね。これトイレがすごい綺麗な公衆トイレありますね。トイレの横に水道がすごいたくさんある。温泉まで約9分、コンビニまで6分。中入ったけど水洗でした。なんだろう、外国の人ばっかりだな。わあ、川がすごいね。川遊びできますね、ここで。人いっぱい、川いっぱい。こんにちは。ここの、なんだろう、良さというか、ここのキャンプ場というか、バーベキュー場の、いいところみたいなのっていうのは、やっぱ川があるところとか、そんな感じですかね。そうね、今ね。はい。降りて、まあ、いっぱいみんな子供さんが遊んどって、はい、その辺割と景色っていうかいい感じですよね。いい感じよ、うん、で向こう側の滝っていうのはまた別なんですかね。これからね、はい、駐車場から5分も行くとね、はい、100メーターも行くと滝があるから滝が見えると、うん、こっち側では泳いだりしよう。泳いでもできる。あ、泳ぎもできるんですね、うん、滝でもね。あ、すごいですね。でキャンプ場が向こう側にあって、道路を挟んで、こっちがね滝に向かう道路ですね。滝沢キャンプ場というだけあってね、滝がありますから危険、飛び込み禁止、水面から高さ4メートル、水深3メートルあります。絶対に飛び込まないでください。滝がね、もうちょっと行くと滝があるみたいなんでね、滝でバシャバシャできますよ。でも滝はもうちょっと上みたいですね。お、あ、ここでいいのかな。ここかな。ああ、ここだ。滝。わあ、これが滝ですね。うわ。これが滝沢キャンプ場の滝ですね。滝。高さが3メートルある滝ですね。ここはすごい面白いキャンプ場ですね。あの、予約が必要ですけど、これ一回来た方がいいですよ。本当にキャンプで行って滝が滝壺で泳げますからね。ここおすすめですわ。面白い、面白いですよ、マジで。滝壺で泳げるからね。そんな感じのキャンプ場でした。以上で滝沢キャンプ場でした。またね。あいにくの大雨になってしまいまして、ちょっともうテントでキャンプとかちょっと無理ですよね。もう水たまりなんですよ。車中泊します。おやすみなさい。